皆さんこんにちは。ここだけ青森、佐藤由紀子でございます。ということで今日は暖かい春に向かって新しい仲間が増えましたのでお一人ご紹介したいと思います。平井さん。はい、平井さん今日はよろしくお願いします。はい、平井英吾です。よろしくお願いします。今日はですね、平井英吾の魅力に迫るということで、まずですね、まあ、鉄板ですけれども、はい、なぜこの地域おこし協力隊になったかとかっていうようなことをちょっとお話伺っていいですか。はい、はい、もちろんです。もともとですね、僕は東京出身、東京生まれ東京育ちというところなんですけども、はい、今起業していまして、でその会社 の、 一緒に起業した友達がですね、うんうん、秋田生まれ青森育ちということで、青森と縁がありまして、はい、僕もその彼と遊ぶ過程で、青森にちょくちょく遊びに来るということもありまして、もともと縁があったところだったんですよね、はい、でその彼からですね、こう地域おこし協力隊を募集しているというところでこれを向きって面白いんじゃないかというところで応募したというのがきっかけです。すごいですね、はい、ここではどんなお仕事してるんですか。はい、そうですね、学生企業のお手伝いを中心にさせていただいてます。基本的に一番僕がここで若いメンバーというふうになるので、はい、学生企業を経験してますし、学生がより起業しやすいようにサポートをさせていただいてます。いいね。私地域おこし協力隊以外にもですね、はい、起業して会社を経営してるんです。トムシ。平井。トムシとは。そうですね、カブトムシを使った、はい、廃棄物を資源に変える、そんな会社です。すごい、カブトムシのトムシ、はい、そうです、マイカブをですね、はい、カッコカブというふうに略すとですね、うまい、カブトムシになるという形で、ね、うまい、どうですか青森、平井さん来てまだ間もないと思うんですけど。雪大好きです。マジで、どんだけ好きなの。雪めちゃくちゃ好きです。平井さん、はい、これからどうしていきたい。そうですね、やっぱり学生企業をですね、うん、中心にもっともっとこう学生が輝けるようなというものをですね、こう作っていきたいなというふうに思ってます。そうなんだ、はい、青スタで学生を支援したりもそうですし、うん、ここにフラットですね、うん、みんなでこう話し合うことでそこでビジネスが生まれたりしたら面白いかなと思って、こうやってこうやってこうやって炒めてみたいと思います。いい味が出ますね。はい。